アーセナルとチェルシーが三笘を取り合ってしまう。A メディア、フットボール、ロンドン、によるとアーセナル派ウクライナ代表ムドリクの獲得交渉が難航。アルテタ監督のスタイルに合う代替選手の一人派、ブライトンの三笘薫だと報じた。すでに三笘には同リーグのチェルシーが興味を示し、名門リバプールも獲得に動く可能性が伝えられている。A メディア、デイリーエクスプレス、によると、アーセナル OB で元イングランド代表、ポール・マーソン氏、54歳、は、正直に言うと彼のことは好きだが、あと、シーズン終了までの、4ヶ月くらいみたい、彼が今していることを続ければ夏には多くのチームが獲得するために列を作ると思うと主張した。アーセナルがいいな、通用しそうだから困る、アーセナル派取らないよ。アーセナル行ってほしいなぁ。日本人に選手主力でプレミア連覇が見たい。アーセナルだとサカとガブリエル、きつそう。リバプールだと南野とチームメイトになるな。やめたれ、おい。リブアプールもガクポ取ったしないと思うけど、入るならリブアプだろ。アーセナルとかフランス人多すぎておすすめしないわ。真面目に言うとチェルシー、スーパー期待を込めているとして。今の監督の下でやる方がいい。三笘は渡さない。どこ行ってもジョーカー扱いなんやろな。どっちでもいい、出られる方で。プレミア以外ならいかん方がいい。